こちらは高山村の新井原区。須坂市から山田温泉へ向かう JA スコー高山支所を越えたところに和菓子のお店千歳屋さんがあります。高山村の皆さんならもちろんご存知でしょうが、店内は季節感にあふれた美味しそうなお菓子でいっぱい。ではこうしたお菓子はどなたがどんな風に作っているのでしょうか。ということで元気通信、まずは和菓子の千歳屋さんにお邪魔です。ではまずお店の様子についてお伺いしてみましょう。今日は千歳屋さんにお邪魔しています。町田さん、今日はよろしくお願いします。今日はですね、千歳屋さんということで、はい、和菓子のお店ということなんですが、はい、お仕事としてはどんなことをされているんでしょうか。そうですね、朝はもうほとんどおやきですね、おやきやって、あとこういった上生菓子、茶席菓子、あとどら焼き、中華、朝はそあの団子も朝ですね、やっぱり。もうですね、こちらのお団子とかもだいぶ売れちゃってますけれど、はい、すごいなんかこうタレというか濃厚そうな、そうですね、我々あの皆さん使っていただいて、本当にオリジナルの、オリジナルなんです本当に、はい、そしてこちらでしょうか、ショーケースの下の方が上生茶席菓子ですね。はい、あの抹茶とかと一緒に召し上がって、お茶に使う茶席菓子ですね。こういったのは本当にあの手の込んだところでやっております。そうですよね、もう本当に見た目も色も鮮やかですけど、可愛らしいのもありますし、本当に繊細っていう感じがまさに伝わってきますよね。ありがとうございます。おやきをはじめお団子や大福も午後になるとほとんど完売。やっぱり3時のお茶などには欠かせないおやつですものね。和菓子といえばやはり季節感を大切にするお菓子だと思うんですけれども、ね、特にこういったお茶菓子は特にあの1月2月月々のあれありますから、こういった秋になれば柿だとか ね、うん、そうですよね、そういった夏はひょうたんだとか、うん、春先はもう梅から始まって、松、梅、あと桜からずっとね、藤、そういうのもね、うん、これからリンゴやそういうのも出てきますけどね。じゃあまたリンゴとかすごいきっと可愛らしいんですよね。そうそうきっとっていう、こうイメージが湧きます。そうですね。お茶菓子として使われる練り切りを使った上生菓子、これはその季節季節のお茶会にはなくてはならないものです。そしてその席で皆さんの目を楽しませるためにご主人が頑張っているのは、季節の自然をお菓子に置き換えるという工夫。どれも見事というほかないのですが、ではこれはどうやって作っているのでしょう。ぜひにとお願いして創作の様子を見せていただきました。この道45年、須坂市の老舗でお菓子作りを修行したご主人は、千歳屋の3代目として高山村に戻り、まずはよそのお店に卸すお菓子作りを始めました。作業場はこちらのお店から通りを一本奥に入ったところにあったそうです。そして10年ほど前、念願の氷もできる店舗をこの場所に開業しました。これで その竹ですか。これはね、三角ベラスってね、あの細工用の、そんな専門の道具昔から。これあー綺麗。地域の皆さんからの応援もあったようで、それ以来お客様には感謝と学ぶことばかりというご主人。地域との温かいつながりを感じますね。
どれも四季を象徴する自然を形にしたものですが、使っている道具は至って簡素。ほとんどこの三角ベラという道具だけで、あらゆる造形、細工ができてしまうそうです。そうですね。これはもう専門ですね。まさに日本の伝統、日本の技ですね。そして中に入れるあんこはもちろん自家製。このあんこの味を安定して美味しく作れるようになって初めて和菓子職人は一人前と言えるんですって。はい、早速ですね、ご主人に練り切りを作っていただきました。季節感あふれる練り切りの数々をぜひ皆さん見てください。こちらです。菊の花と桜の花と、そして柿ですね。今回は柿をぜひ試食してくれということで、今年というかこのシーズンの一押しだそうです。では早速いただきたいと思います。いただきます。では早速一口いただきます。いただきます。なんかですね、あんこがすごいびっしり詰まってるんですよ。多分これご主人のですね、思いが詰まってるって感じなんですけれども、甘さもちょうどよくって、やっぱりお茶とか抹茶とかにすごい合いますね。で、あんこもですね、滑らかなんです。舌触りが滑らかなので、口にちょっと今大きめに入れたんですけれども、すごい溶けちゃってですね、あの喉越しがいいというか、舌触りすごいいいです。皆さんもぜひお茶受けに。見た目の楽しさはもちろん、きめ細かいこしあんの上品な甘さがお茶のひとときを贅沢に演出してくれる。これはそんなお菓子ですね。その他にも町田さんはやはりあの季節感を大切にされているということで、いろんなアイデア商品というか作ってらっしゃるというのも聞いてるんですけど、あとはおやきでは巨峰のおやきですね。巨峰のおやき、はい、珍しくないですか。本物の巨峰ですよね。そう、本物の巨峰入っておりますから。どんな味がするんでしょう。すごい楽しみですよね。あとは基本的にはね、あとはね、長野パープルの大福を、やっております、ね、最近スコーチクリームはすごい注目のブドウの一種ですよね。他にはまた秋が終われば、そうですね、秋終われば今度も正月菓子になっちゃいますね。あとは12月に入って中日ですね。中日から始まって正月はもうずっとこういった練り切りお茶菓子の方になります。見事な練り切り菓子だけでなく、日々私たちのおやつとなるおやきなどにも常に新しいアイデアを探すご主人。秋の季節限定の巨峰のおやきや、今話題のぶどう長野パープル入りの大福などは、連日お昼前には完売の大人気だそうです。ではこれからも何か新商品の企画はあるのでしょうか。この先ですね、どんな和菓子作りをしていきたいというようなビジョンはあるんですか。そうですね、やっぱりうちでもやってたんですけどね、うちで昔栗まんじゅうっていうのをやってるんです。それをね、復活したいと思ってるんですけどね、型がもう古くてね、ちょっと今直しに出してるもんで、時期できてくると思うんですけどね、それを復活して高山の名物にしたいということでまた考えております。高山村の自然人情を大切にお菓子作りに励む千歳屋ご主人町田さん、ご子息も東京で和菓子職人をされているそうなので、いつの日かこのお店に並び立つかもしれませんね。美味しくて心も和むような高山村ならではのお菓子をこれからもたくさんたくさん作っていってくださいね。